はい、どうも、メインチャンネルで、今日ですね、8月20日ということで、明日全道モトクロス選手権の千歳大会があるんですけど、で朝もね、朝3時半とか4時とかそれぐらいに起きてちょっと移動しなきゃいけないっていうのはあるんですけど、まあただね、今日実はですね、前回モーライオフロードパークのイベントに来ていただいたアンビシャスメンバー、でですね、一応なんか札幌の街中のですね、キングムーというスタジオですね、ライブスタジオでそこで、ライブをやるというような、定期なんかライブみたいな月1でやってるらしいんですけど、まあせっかく来ていただいたので、まあ逆に行ってみたらどうなるかということで、行ってみようかなと思います。でまあ一応ね、どんな写真が撮れるかなというのをですね、実はまあモトクロスの写真ばっかりずっとね10年ぐらい撮ってきてますんで、一応そんな人間が仮に屋内のライブの写真を撮ったらどうなるかというちょっと検証というかですね、そういったのも、含めてまあ勉強も兼ねてですね、非常に暗いところなので、その辺がですね、まあ一応結構ね、モトクロスなら結構オートホワイトバランスをオートにしたりとかそれで対応はできるんですけど、ちょっと屋内となるとそれが対応できないので、全部設定ある程度しなきゃいけないし、ISO感度も、上限設定しとかないと、上がりすぎちゃうと、数字上がりすぎちゃうとノイズが増えるので、まあ、その辺をどこまで、どういう設定にするかっていうところはちょっと今経験したことがないので、行ってみてもう臨機応変に、設定変えながらやるしかないのかなという感じです。はい、ということで、早速ちょっとライブ、初、僕人生で初ライブなんですよ。そういったアーティストとかのライブって、見たことなくてですね、まあ DVD とかブルーレイでは買って見てたりしたんですけど、今はねもう全くそういうの、全然疎遠になっちゃったんで、そういった歌曲聴いたりもですねあんまりすることもなかったんですけど、まあちょっとこういうね機会があったので、せっかくなので、行ってみましょうということで、まあただちょっとね、まあ、実際ちょっとどうなんですかね、近くでこう対面する時間があるのか、その辺はちょっとタイミングが分かんないんですけど、まあもしね、この顔見られたら多分、分かっちゃうと思うんで、ちょっとせっかくなんで、企画というかですね、バレずに写真を撮ってきましょうという、そんな企画をやってみたいなと思います。まあ、ただね、やっぱりこれこのまま行くとバレちゃうし、これ着ててもこの間 YouTube で来てくれてたっていうのをね、もし見た記憶が残ってればですよ、この間の、その辺があるんで、ちょっとね若干変装しないとなということで、変装しましょうか、これは。はい、ということで、ちょっと今はい、ということでこれはい、マイカルジャンプ君の T シャツを着て、ただバレるね、バレるんで、なおかつですね、これをかぶって、こうやると、こうやりますよと。で、マスクしたら分かんなくないと思って。やばいよね、これ。これはやばいっすね。これはつるまきってバレないっすね、きっとね。どうしようかな。一応、二階堂っていうキャラクターでいこうかな。動物園好きの、好きな動物はパンダとキリンです。はい。動物の写真を撮るのが好きで。で、一応、モーライオフロードパークのですね、YouTube で、この間、動画かっこよくてですね、アンビシャスのファンになりましたという設定で、行ってきたいなと思います。こんなファッションの人いないよね、と思って。はい。まあ、とりあえずね、このまま行ってきたいと思いますんで、行ってみましょう。はい、もう時間もないんでね、あと15分20分ぐらいで家出なきゃいけないんですけど、はい、まずちょっとね、まあちょっとどんな写真が撮れるかっていうのは非常に、楽しみというかですね、相当難しいなとは思いますね。シャッター速度もそこまで上げれないので、はい、そんな感じでちょっと勉強してまいります。はい、行ってみましょう。一つ忘れてた。で、レンズね、一つその忘れてたんですけど、レンズ。
レンズどうしようかなってすごい悩んでて、まあ、一応インターネットでそのキングムーンのスタジオのこう広さとか、まあ、距離ですよね、離れてる距離どれぐらいかなって見た時に、あのまあ最前列の人はね、あの当然そのすぐ目の前なんですけど、一番奥がどれぐらいなのかなっていうのが分かんないんですけど、まあ、ただねやっぱりそのこういった普通のレンズとか、まあ、これも中望遠ですね、70-200mm、200mm だとそこまでそのドアップでは撮れないはずなので、じゃあこれいつもモトクロスで使ってる 600mm、これ使って、どんな写真が撮れるかというのをやってみたいなと。これ誰も撮れない写真が撮れますからね、ここまでズームしたら多分なので、いいんじゃないかなと思って、ちょっとまあこれちょっと長いんでね、あまりお客さんと密なところにいないようにですね、気をつけながら、結構ぶつけたら危ないので、その辺気をつけながら、配慮してですね写真を撮っていきたいなと思います。毎秒30個まで、いい写真が撮れるでしょうかということで行ってまいります。はいはいはい。うわすごい、なんかそれがよく言うあのホストでやってるやつですか。はい、どうもこんばんは。動物園で写真を撮るのが、大好きな、二階堂と申します。ですね、私いつも動物園に行ってこう大好きなですねこのパンダとキリンの写真を、撮るのが大好きなんですけれども、そんな僕がですねちょっと企画でですね、いつも動物を撮ってる、カメラマンがですね、ライブの写真を撮ったらどんな写真が撮れるかという、ちょっと企画で、ちょっとアンビシャスさんのですね今日ライブに行ってまいりましてですね、まあちょっとね、その辺は写真はねこれから整理したらですね、鶴巻の方からですね、またね YouTube いつもここに出てる鶴巻がですね作例紹介とかそういうのをやったりすると思いますんで、とりあえず私二階堂はですねこの撮ってきたデータを渡して、終わりになりますけれども、まあ一応ね、バレずに帰ってきたと。私が誰かを分からずにですね分からないまま認知されないまま写真を撮って無事帰ってこれたと、こっそりですねこっそり写真を撮って帰ってこれたということで無事、企画の方終了しましてですね撮影の方ですね、
はい、ということで、楽しかったですね。はい、ということで、まあ、動物の写真ばっかり撮るのもいいんですけれども、こうやってライブの写真を撮るのもまた一つの楽しみかなということで、また次回、私はね、今回限りで、登場しないと思うんですけれども、鶴巻の方がまたこうやって YouTube をやって、行くかなと思いますんで、ということでまた次回作例紹介とかあると思いますんでよろしくお願いします。ちなみにこれね、バレない、変装してバレないためにはですね、これ Amazon で買ったんですけど、このパンダの帽子とこの、伊達メガネですね、レンズないんで、この2点さえあればあとマスクすれば絶対誰にもその本人だとバレずにですね、バレないまま終わることができます。ということで、このね、帽子とメガネは概要欄にリンク貼ってますんで、もし興味ある方はですね、人からこう隠れて、人から避けて何かをやりたい場合とかですね、そういった時に活用いただければなと思います。ということで、今日は終わります。お疲れ様でした。